グールニク・ザブジェは、ポーランドの南部、シロンスク県の都市、ザブジェを、本拠地とする、サッカークラブである。クラブは1960年代と1980年代に、かけて、多くのタイトルを獲得した。1988年以降タイトルとは、縁がない。クラブは、ザブジェ市の KS ジエドチェニエ、KS ポゴン、KS スクラ。 ケース・コンコルディアが合併して誕生した。名称のグルニクとはポーランド語で交付を意味する言葉で、ザブジェで、高校業が盛んであったことに由来している。1950年に、シレジア地域リーグに加わり、1952年に、ポーランド2部に昇格。1955年に一部リーグに昇格した。昇格初年度に3位、翌1957年に、 初のリーグ制覇を成し遂げた。1961年には初めて UEFA チャンピオンズカップに出場したが1回戦でイングランドのトッテナムホットスパー FC に敗れた。1960年代から1970年代初頭にかけてボジミエシュル・バンスキラを擁して黄金期を迎えた。リーグ5連覇を達成するなど14の国内タイトルを獲得し、 国際舞台では UEFA カップウィナーズカップ1969から70においてギリシャのオリンピア・コス FC、スコットランドのグラスゴー・レンジャーズ FC、ブルガリアのレフスキ、ソフィア、イタリアのエース、ローマを下して決勝進出を果たした。ウィーンで行われた決勝ではイングランドのマンチェスター・シティ FC に1-2で敗れ、タイトル獲得を逃した。 1970年代中盤以降、エースのルバンスキの海外遺跡などもあって成績が低迷、1978年の春に二部降格を余儀なくされた。しかし、一年で一部へ復帰すると1980年代には、再び活気を取り戻し1985年から1988年にリーグ4連覇を達成、ヨーロッパのカップ戦にもたびたび参加し、 バイエルン・ミュンヘンなどの強豪クラブと対戦した。これ以降は、リーグ戦でも1991年の2位、カップ戦でも1992年と2001年の2位が、最高成績で、2部リーグへの降格こそないものの、タイトルに手が届かない状態が続いている。2007年春に、ドイツの保険会社アリアンツをスポンサーに獲得すると、豊富な資金力で、 元ポーランド代表のトマシュ・ハイトを補強した。2008から09シーズンはエクストラクラサで15位に終わり2部に降格した。なし。ありがとうございます。